紹介している単語は、ミス神話っていう単語ですね。これはどういった形で覚えていけばいいんですかね。ミスがないのが神話です。なるほど、確かに神話失敗しないですよね。羨ましいですよ、本当に。あいつらもなんか全部死んでるから。そうですね。こうなんか星座とかわけわからんでしょ。わけわかんないです。点点点点で白鳥座とか全然白鳥に見えない。全然見えないですよね。なんなんですかね。別にな、鶏座でもいいやん。鶏だってちょっとかっこ悪いですけどね。あれがよくわけわかんない。よくわかんないですね、あれ確かに。ミスがないのが神話です。はい、こんな感じで覚えてください。